フランクフルト学派、フランクフルト学派、フランクフルト学は、フランクファーター・シューレは、ルカーチ、グラム氏の理論をベースに、マルクス主義を進化させ、これに、ヘーゲルの弁償法とフロイトの精神分析理論の融合を試みた、批判理論によって、啓蒙主義を批判する、社会理論や哲学を研究したグループの多少、道具的理性という概念を提唱し、社会の近代化によって人間が、 自然、人間を含むを支配し、搾取することを批判した。20世紀前半に主流であった、ソ連型社会主義、スターリニズムとは一定の距離を置いて、新しい形のマルクス主義を模索、一部は後に、新マルクス主義と呼ばれる潮流の源流となり、1960年代には、ニューリフト運動にも影響を与えた。1930年代、ドイツで、 ナチスが政権を獲得するとメンバーの多くが亡命。やがて活動の中心がアメリカに移り、第二次世界大戦時には米国政府機関で活動、ドイツと日本の戦時情報分析、戦後処理と占領政策の策定、憲法策定に関わった。戦後は研究所関係者の多くがドイツに帰国、ホルクハイマーとアドルノがフランクフルト大学で社会研究所を再興し、 再び、ドイツが活動の中心となったが、一部はアメリカに、残って、著作、研究活動を続けた。社会研究所発足から90年以上経った、現在もこの学派は存在しており、ドイツを中心に、第3世代第4世代の学者たちが活動している。1922年夏、ドイツ中林元州のイルメナウで、第1回。 マルクス主義研究集会が開催された。主催者はフランクフルト大学のフェリックス・バイル。この会議の主なる目的はマルクス主義の新潮流を模索することであり、一週間にわたる会議においてはマルクス主義に関する話題が議論された。多くの時間がカイポロックのマルクス主義と哲学の講義であったと言われている。この研究会に参加したメンバーはルカーチ・ジェルジ。 カール・コルシュ、当時留学中で漁師からマルクス主義を学んでいた福本和夫、後に日本でゾルゲスパイ団のリーダーとしてスパイ容疑によ逮捕、死刑となるリヒャルトゾルゲ、かつてはローザルクセンブルクと活動を共にしたフェミニスト、女性解放運動家でドイツ共産党中央委員、コミンテルン代表委員を歴任したこともあるクラツエトキン、カイポロック。 あとに、フランクフルト学派のメンバーになる、カール・ウィット・フォーゲルなど、この多多くのマルクス研究家、その家族などが参加した。フェリックス・バイルは、第二回、マルクス主義研究集会を計画したが、やがて独立した研究機関の設置の必要性を強く感じ、彼の父の出資を受けて、フランクフルト社会研究所を設置する。この頃社会研究所は、財政難に陥った。 アメリカに亡命した多くの研究所メンバーは生活に困窮し様々な副業、大学の臨時講師、法律関係のアドバイザーなどでしのいだがやがて戦時において優秀な頭脳を求める多数の政府機関が彼らの持つ学問的スキルや知識、情報を求めてリクルートした。一部は O、S、S の中枢で活動、ドイツと日本の情報分析と戦後政策の策定に 深く関与した。特にドイツの戦争政策策定に関しては、フランツ・ノイマン、ヘルベルト・マルクーゼラが関わっており、ニュルンベルク裁判では、フランツ・ノイマンが、法学の知識を活かして深く関与した。フランツ・ノイマンについては後に、ベノナ計画、ソ連崩壊後に公開された KGB ファイル、等によって、ソビエトのスパイ、暗号伝文上のコードネームは、 ラフとして活動していたでことが反している。1960年代、世界各地で大学紛争の渦が巻き起こった時代に、ニューレフトの運動の支柱となる理論を求めて、このグループに注目が集まったが、フランクフルト大学における大学紛争ではアドルが批判の対象となり、社会研究所は学生たちによって選挙された。アドルのは、機動隊を導入して、学生を排除し、 裏切り者と罵倒された。一方ドイツに帰国せず、アメリカに残ったヘルベルト・マルクーゼは、当時のアメリカ各地の大学で起きた、大学紛争運動などの活動家に向けて、積極的に発言し、審左翼の教祖というポジションで広く受け入れられた。同様に、フランクフルト学派、第二世代のユルゲン・ハーバーマスも審左翼の中で受け入れられ、広く支持された。 ヘーゲル左派の影響が垣間見られる。ゲオルク・ビルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルとカール・マルクスの視点、弁証法哲学をもって、科学と哲学の統合による社会哲学批判議論にって、非合理的な社会からの人間の解放を目指す実践的な姿勢によって特徴づけられる。第一世代とされる人々は、マルクスの経済学批判に根拠を求め、 資本主義社会が滅びた後に理性の実現を予見し、既存の制度を厳しく批判した。二代目所長のホルクハイマーは、ジークムント・フロイトの心理学を取り入れることを強く意識した研究所所長を就任演説など。この結果多くの研究所メンバーがとフロイト派の心理学とマルクス層の融合を試みた、エイリヒ・フロム、ヘルベルト・マルク・ウゼなど、フランクフルト学派は、 近代の啓蒙思想、合理主義に疑問を持ち、機械化が、官僚主義やファシズムなど非人間的な体制をもたらす、と考える傾向が強い。第1世代、第2世代、第3世代、第4世代、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。